さて、繰り返しになりますが、酪酸菌とはもともと僕たちの腸に存在する菌で、この酪酸菌を活発にするプラクトオリゴ糖の豊富な食事、腸を荒らす因子の排除、糖質制限を続けていれば花粉症は完治してしまうということです。そしてこのプラクトオリゴ糖が豊富な食材といえば、ヤーコンやごぼう、ニンニク、玉ねぎ、菊芋などの野菜となっています。花粉症を治したい方は、根本的治療を行えない病院に駆け込む前に、僕自身がそうであったように抗生物質や